はい、皆様こんにちは。店長武蔵とその仲間たちがバイク店をやっております。はい、で今日はですね、ちょっとあの GP125 キムコさんですね、こちらのちょっとどんな塩梅なのか見てみたいと思います。こんな感じですね。で全長は1810mm とカタログにございます。はい、ですので、ね、こんな感じで、だからコンパクトなスクーターということが言えると思います。はい、で大きさから言うと、まあ、国産モデルですと、国産モデルっていうんですかね、国内メーカーのモデルって言った方がいいんですかね、国内メーカーのモデルですとアクシス Z、 あとそうですね、長さ的に言うとアクシス Z になるんですかね。でこれシート高が745mm とカタログにあるんですが、シート高ですと、アドレス125ですね、そのあたりが、同じぐらいで、シート高に関するとこれ国産、国内メーカーのモデルと比較を入れても一番低い、シート高となっています。はい、でちょっとねまたがってみたいと思います。ちょっとまあこんな感じでね、両足やっぱりベタつき、まあ、私の場合は身長が176センチぐらい、ですけども、まあ、こんな感じね。で膝は曲がりますね、余裕で。はい、であとですね、まあ、車種によってなんですけど、シートがこう段付きになってたりするところがあるじゃないですか。そうするとやっぱこう、ね、もうずらせない、まあ、確かにその後ろでねちょっとお尻の部分がこうちょっとこう固定されて、いいっていう面もあるんですけど、ちょっと後ろにずらしたいなとかね、そういう場合にちょっとそれだと厳しいんですけど、まあ、これだと GP はですね、なだらかなので結構後ろにこうずらしてね乗ることは可能です。あと前にね足をこう、その分こう前に足を上げ出すとか、ポジションのある程度ポジションに自由度があるのかなと思ったりしますね。はい、で後ろにやってもこう、うん、つきますね。で前にまあ座ってもいいわけですからね。そして、センタースタンドですね。センタースタンド、どうですかね、うん、軽いですね、やっぱりね、多分足だけで、うん、足だけで軽くふって踏めば、うん、上がるぐらいの、感じですね。であとサイドスタンドがついています。はい、で前からだとどうですかね、まあ、手でね動かすのもまあ軽いで、こんな感じですよね。はい、まあコンパクトだと思います。まあ、ハンドル幅も、ハンドル幅こちらはどれぐらいですかね、車幅 705mm、 うん、705mm っていうサイズですので、まあ、小さい部類ですよね。はい、おそらく、2番目か3番目ぐらい。一番狭かったのが、ちょっとね、比較表みたいなのをね、ちょっとうちのホームページで作ってありますんで、それでまあ見ていただければ、あ、これが一番狭いんだなとかね、わかるかと思うんですが、はい。と、なかなかね、まあ、ライバルっていうとね、何になるんですかね、お値段がね、これで税別ですけど17万円。ちょっとね、値段的に言うともうめちゃくちゃ安いんで、他のメーカーの、まあ、例えば国内メーカーのでもどんな安くても、アドレス110の19万、税別の場合ですけどね、19万いくら。20万円切ってんのは多分アドレス110ぐらいしかないんですよね。ですので、それでも3万円近くの差があるんで、値引き分を入れてもね、おそらく国内メーカーで、ね、大抵値引きして売ってるじゃないですか。ただやっぱり乗り出しになるとね、まあ、いつもそうなん、まあいつもっていうかあれなんですけど、やっぱり乗り出しになるとねちょっと変わってきますんで、そのあたりをね、乗り出しでやっぱり考えないとね意味がないので、はい、そんなところでですね、うん、なかなかよろしいんじゃないでしょうか。
それでですね、一つね、あの、ね、ここ入ってきて分かったんですけど、オイル交換サイクルがね、1000キロごとなんですよ。これがちょっと短いんじゃないかと。ね。あの、営業の方にもちょっとね、言ったんですけど、1000キロなんですね。ああ、そうなんですよ。ただですね、あの、あれです。まあ、3年保証あるんですが、まあ、こまめにね、変えていただくと。うん、で、まあ、月にさすがにね、3000キロ、4000キロ乗るんだっていう方だと、いやちょっとね、月に何度もね、オイル交換しなきゃいけないってなりますけど、まあ、そんなにね、まあ、月に500キロぐらいっていうことであれば2ヶ月に1回で、済みますし、月に1000キロだったとしてもね、月に1回。で、ご自分でやられる分は、まあ、あれなんですけど、まあ、バイク屋さんにね、持ってきて、そうすると、その度にね、ちょっとね、こう、一応周り、ね、見るじゃないですか。そうすると、あ、ここが、あ、ちょっとここあれですね、とかね、そういう発見にもなりますんでね、逆にいいんじゃないかと。こまめにね、うん、で、まあ、1000キロっていうことなんです。まあ、うちですけど、これはうちの場合ですけど、一応オイル交換は1200円、オイル代、工賃、廃油処理、あとドレンワッシャーも入ってますかね、はい、その金額で、やらせていただいてますので、そんなにはね、お金かかんないんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、あ、ちなみにターセリーの方まで2000キロ、他の車種をあとレーシングとかも2000キロほどなんですよね。はい、そんなところでございます。はい、そうですね、イメージとしてはやっぱり昔のアドレス V125 とかそんな感じじゃないですかね。今はもうアドレス120V がなくなってアドレス125っていうものにちょっと変わりましてね。で、外観もなんかこうちょっと大きい目だね、うん、ちょっと違う部類のスクーターになったかなという感じがします。で、これだとね、やっぱり、まあ、アクシズセットもそうだと思うんですけど、まあ、小ぶりなので、まあ、原付き、いわゆる 50cc とね、あんまり変わらない大きさで、扱いも楽かなと。あとね、駐輪場とか止めるにもね、小さいんで、うん、いいんじゃないかなと思います。はい、で、やっぱりね、あとね、こう見て思う、いつもね、まあ国内メーカーの、車種のメーターがちょっと寂しいんですよね。で、アクシス Z も普通のアナログの大きいのがここにね、1個ポンとあって。で、あとアドレス125とかもそうですかね。アナログメーターがこうドーンと真ん中。で、オドメーターは昔の機械式ですよね、要はね。機械式のこうくる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 回るタイプ、なんですよ。で、ですね、まあ、アドレス125とか、アドレス110、あとアクシス Z は、確かトリップメーターがついてなかったかなと思うんですよね。で、まあ積算系だ、いわゆるオドメーターだけですよね。だからその辺あたりがね、ちょっと寂しいかな。まあシンプル、ね、シンプルイズベストっていう言い方もあるんですけど、若干寂しいかなっていう感じはいたします。はい。で、まあキムコの、まあこちらね、まあ台湾メーカーのみんなっていうか、まあほとんどタコメーターついてますかね。やっぱり台湾ではタコメーターがね、必要なんですかね。やっぱりね、多分台湾の方乗るのやっぱりタコメーター欲しがるんだろうと思うんですよね。うん。で、やっぱりこう液晶のね、メーターなので、まあ、スピードとあとオドメーター、あと時計ですよね。時計も表示されます。で、あとトリップメーターがついてますね。で、そう、アナログ1個で、で、いわゆるデジタルがないものに関してはやっぱり時計がついてないんですよね。そのあたりがちょっと、そのあたりも、少し寂しいかなと。やっぱり時計ついてるとね、やっぱ通勤とかで使うんで、もちろん腕時計とかね、で見ればいいんですけど、やっぱりね、ここに表示されてれば、助かりますよね。はい。まあ、そのあたりを考えても、なかなかやっぱりよくできてるのかなと。いいところ狙ってきてるなっていう感じはいたしますが、どうでしょうか。はい。まあ、シート高も低いですしね、あと車体も小さいので、小柄な方でも、十分、取り回しでね、困ることはないんじゃないかと、お乗りいただけるんじゃないかと思いますが、はい、まあね、その他、まあ、いろいろあるかと思いますが、まあ、その辺で、あとまあこういうね、ソケット、USB ソケットですね、このあたりはやっぱり国内モデルだと30万クラスっていうんですかね、一つ上のクラスじゃないとついてないですね。こういうのもね、まあ後からつければいいことなんですけど、やっぱりそのあたりもね、
あの初めからついてて、しかもね、あと価格がね、やっぱり安いっていうのは、やっぱり何物にも変えらんないなっていう、感じはいたします。はい。どうですかね。なかなかよろしいんじゃないでしょうか。はい。今回はですね、このキムコの GP125、ね、ちょっと、またがってみたりしてですね、足つき性とか、あと、まあ 他の、ね、国内メーカーとちょっとね、装備の違いとか、そういうところを、見させていただきました。ご購入の際にですね、何か参考になれば幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。